世界の鉄道一覧パキスタンの鉄道パキスタンの鉄道もパキスタンの鉄道ではパキスタンにおいて運行されている鉄道について記すパキスタンの列車もともと現在のインドパキスタンバングラデシュミャンマースリランカはイギリスの植民地インド帝国となっておりそれらが独立する際に民族や宗教の違いで分裂したため現在の形になった経緯があるこの パキスタンの鉄道も、もともとは、隣国インドのそれと同様、イギリスの植民地経営の一環として建設された。現在、国鉄線が約 8000km 存在する。多くは、機関 mm、期間線6 7 6 m m の高気路線で、あるが一部にメーターゲージと呼ばれる期線 1000mm の強気路線も存在する。また、 交流電化がなされている区間も存在するが、多くは、非電化のままで、ディーゼル機関車が使用されている。速達列車の最高速度は、時速 120km であるが、保線状況が悪いためかなり揺れることがある。ラーホール、カラーチー間 1200km を走る急行列車の表低速度は、時速 85km、所要時間は14時間程度である。現在鉄道は、 本数が多いバスや航空機に押されて苦戦を強いられている。またイスラム教の色合いが強いため、車内では男女の座る席が明確に区分される。なお、国際列車はイランインドの両方面に運転されている。まず、イランへはパキスタン中南部にある都市のクエッタからザーヘダーンまでの国際列車が2日に1本程度設定されている。その一方で、 インドへの列車はカシミール問題など両国の小競り合いによって運行が中断されることが多くそれまで唯一開放されていた国境を通るアムリトサルラホール間の列車も2001年から2004年にかけて運休されていた現在ではサムジョーターエクスプレスとして運行が行われているが国境審査のため全線4 6トルに12時間以上を要するなど市弁性は かなり低い。それでも、貨物輸送においては、ある程度の需要はあり、さらに、両国の平和維持の象徴としての役割もあるため、2006年2月18日には1965年に、第二次インパ戦争で破壊され、廃線となっていたムナーバーをコークラーパール間のタール砂漠南部を横断する鉄道も運行が、再開された。ありがとうございます。